今日はちょっと、ね、予約してたちらし寿司を取りに行ったり、あと浅草寺に行ったりして、まあいろいろね、用事を済ませて帰ってきたらですね、ニュースを見たら、石川県の方で震度7の、大地震が起きて、今も津波警報が出てるっていうニュースを見てびっくりして、今動画を撮ってます。東日本大震災の時と同じ震度だし、津波っていつ来るか分かんないんですよ。本当第1波第2波っていう感じで、来るんで、絶対に高台に避難して、で警報が解除するまではその避難場所でいてください。絶対にその場から離れないようにしてくださいね。はい、ということで、今日は先ほど、予約していたちらし寿司を、取りに行ってきたので、ちょっとお披露目も兼ねて動画を撮りたいと思います。はい、でその前に最近出した新作の中で、こちらの作品はもう見てくださいましたか？今年末年始価格で通常4000円のところを2480円という特別価格で出してます。それ以降は値段を上げちゃうので、まだ見てない方はぜひチェックして見てみてください。まみちゃんっていうね、18歳の女の子がいるんですけど、先日ファンの岡崎さんに処女を奪われた作品を出したと思うんですが、その初日にカメラ役に岡崎さんで、レズシーンを撮ろうってことになってね、やってたんですよ、撮ってたんですよ。そしたらその最中に岡崎さんがまみちゃんのあそこにね、またまた、生で入れて、で知らずに大量にブシャーって出されてるシーンの映像なんですけど、まあ、そちらは詳しい内容は本編で見てみてください。であとこちらはヤフオク限定になるんですけど、年末年始限定セールで通常1万500円のところを3900円出してる、リュウのおすすめ3点セットです。その3点セットの中に、まず1点目が、今持ってる DVD は FC2 配信の3本立てのやつかな。なんか素顔公開されてるやつとか、あとは、その FC2 配信の時の恥ずかしい映像総まとめ っていうやつとか、他にも U の方でランダムでセットにしてお送りする形なんですけど、で残りの2点が、皆さんに喜んでもらえるような U の、特典をセットにしてお送りしたいと思います。はい、まあ、その特典は届いてからのお楽しみってことで はい、こちらは数量限定になりますので、欲しい方はぜひ、はい、詳しい内容は下の概要欄に、リンクが貼ってありますので、そこから飛んで見てみてください。はい、それじゃあ、その今日予約していたちらし寿司、はい、こちらになります。結構重いんですよ。はい、なんか大将によると、朝の5時半から人数分仕込んでたらしいんですよ。はい、すごくない？なんでもうその思いがずっしり きますね。それぐらい重いの、ほんと。はい、お値段は、1万5000円ぐらいしたかな、税込み、はい、のちらし寿司です。では開きます。すごいよ、入れ物が豪華。こんな感じですごーい。これは楽しみ、開けるのが。いいですか、開けて。3、2、1、オープン。開けます。ティリーン。やばいです。ウニでしょ、イクラに、あとに何、あ、アワビも。やばい、超美味しそう。あと、つけマグロとか、あとね、大トロもあるよ。もう贅沢にこのまま このままいただいていいですか。もう超お腹空いててやばいです。見て、アワビです。いただきます。うん、幸せすぎる。
これで1万5000円だよ。安いよね。うわー、トロとかイクラとか乗ってます。いただきます。うん。海の幸の玉手箱や。だっけ。あ、そうだ。はい、皆さん新年明けていかがお過ごしですか。おせち料理とか食べてるのかな。今年も、ね、健康第一で最高な一年になるように頑張りましょう。はい、じゃあ残りは美味しくいただきたいと思います。じゃあ良いお年をお迎えください。じゃあまたね、バイバーイ。